頭痛なってきた。こんにちは、こんにちは、こんばんは。今日はですね、これ。この間ですね、久々にモッパンをしたらですね、ちょっと楽しかったんで、またしようかなとは思ってたんですけど、なんかちょっと喉乾いて、飲み物でも頼もうかななんていうふうに思ってたんです。1個を頼むんだったら何個か頼んで、まあ、ついでにこう紹介でもできればななんていうふうに思って、いくつか頼んでみたんです。で、このおみ、このお店はですね、クンミンウユ、直訳すると国民牛乳になるんですけど、のお店の飲み物なんです。なんかね、可愛くないですか？まあ、まずこれは、まあ、ちょっとしたおやつとして、頼んだ、まあ、クロップルです。クロワッサンで作ったワッフル。この、めっちゃ偏ってるやん、これ。これね、あ、まあ、生クリームがついてくるわけですよ。で、こっち、ほら。可愛くないですかこれ。俺、普通に可愛いなと思ってるんですけど。で、まあこれね、冷えた状態では来てるんですけど、氷入ってないんですよ。いちご生牛乳なんですね。こうやって見たらわかるんですけど、中にいちごがそのまま入ってたりするんですよね。普通のコーヒーとか頼んだら入ってくる透明のカップみたいなのにも入れてくれるんですけれども、僕はこの缶を頼んだんですね。で、もう一個はボトルっていうね、次紹介するこれなんですけど、これボトルじゃないですか。で、これってボトルにも入れてくれると。透明缶の氷なしの原液たくさんというメニューになっております。こちら。これがですね、やっぱこの時期になると、あ、これが結構人気になるんですけど、これスイカジュースなんですね。これさっきと同じように缶でも頼むことができるんですけど、このようにね、ボトルで頼むことができるんですよ。これをまた可愛いなと思って、これ普通に、いやいや、えらい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 水。なんかこれもまた可愛いですよね。スイカだけに上が緑だっていうね。まあ本当かどうかわかんないですけど。で、最後のこれ、これもね、一応ね、缶で頼んでみたんですけど、これ何かというと、健康ジュースということで、このお店にはですね、健康ジュースがなんか3種類ぐらいあるんですけど、リンゴ、人参、ビーツが入ってる。ダイエットの効果がある。まあ、ビーツでしょうね。ABC ジュースということで、A がまあ、アップル、リンゴ。で、B がビーツ。で、C がキャロット。ABC ジュースというまあ、健康ジュース的なものになっています。これもね、上ね、こうなってて、缶になってるんですね。まあ、大体価格帯は5000ウォンから6000ウォンぐらいで、クロップルはね、そんな高くなくて、このクロップルだけだと2900ウォンで、生クリームは1000ウォンを追加すると。僕、モッパンやる時っていつも辛いもん食べたり、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 辛いもんばっかり食べてるんですよ。僕ね、結構甘いもん好きだから頼んでみたんですけど、全部赤やん。これちょっと、これはちゃうけど、まあ赤やん、赤系やん。ちょっとこれ先飲んでみようかな。可愛いしね。いただきます。うまっ。何これ、ちょっと待って、やばっ、うまない、うん、あ、こういうことか。うまっめっちゃうまいやん、スイカそのまま。うん、これもうマジでグイグイ行くわ。で、まあこの店はまあカフェみたいなお店なので、まあ他の飲み物もちろんコーヒーとかもありますし、チョコレート牛乳みたいなのもあったり、僕頼んだのはこれ全部今人気ってなってるメニューを全部頼んでみました。これもう一気に、やで、こんなマジで、いやー、うまい。いや、暑い夏にぴったりやん、こんな。あー、でもやっぱそうですね、 100% このスイカ果汁、まあ確かにスイカジュースだったら家で作れるやろうみたいなねところはありますけど、なかなかこう作らないじゃないですか。まあ僕一人やからかもしれないですけど、あー、手が冷たい、ずっと持ってると。ちょっとね、残念やったのはこれステッカーじゃなかったらな、よかったな。うん、頭痛なってきた。っていうかね、今思った、一人でなんで俺飲み物3本も頼んでんの。1本やったらね、なかなかこう紹介するのもあれかなと思って、まあ、人気あるやつ頼んでみようかと思って頼んだら3本って、かき氷みたいになってんのかな。取られへんな、うまい。いや、ちょっとね、喉はちょっと潤したので、クロップル、まあまあ、これはね、おやつみたいなもんですしね。プレインとメイプルシロップっていうのがあって、僕はこれメイプルシロップを頼んだんですね。
ああ、でもいい匂い、バターの生クリームをね。やっぱ一口目はね、ちょっとたっぷりつけましょうか。後のこと考えずに。ほら。おいしい、おいしい。ああ、いいわ。俺やっぱ辛いもんじゃなくて、やっぱ甘いもんは落ち着きますよね、ほんま。辛いもん食べると、ほんまに胃がキリキリしちゃうので。おいしい。まあ、これと同時にちょっと、どうしようかな。やたら多いな、これ。これから行こうか。いちご牛乳。これ、振った方がいいよね。これ、だって、缶やから、開けたら振られへんもんな。振っとこうか。よし。おぉ。うまっ！果肉がすごいいっぱい入ってるので。これも、あ、うまいわ、これ。スイカもうまかったけど、イチゴもうまいな。まあ、これは、一応基本サイズ。多分、台っていうのが、この大きさで来るんやと思うんですよ。ただ、ちょっと缶を、大小二つとも見たかったので、ちょっと大きい方と小さい方を頼んでみたんですけど、こっちを大きい方にしたらよかったな。これうまいな。韓国の一等イチゴと、この生牛乳。ここにも書いてるんですけど、こういう缶でね、買ったらお土産とかね、誰かにちょっとした菓子折りじゃないですか。菓子折り？手ぶらで行くのはちょっとあれかなっていう時に、なんか買って行っても喜ばれそうですよね。可愛いし。っていうか缶はやっぱちっちゃい方が可愛いな。うん。いやなんか落ち着くな。ほんま辛いの食べてる時、もうマジでこの後どうなんやろうって思いながら俺いつも食べてるから。まあ、またどっかで辛いのはしようとは思ってるんですけどね。僕もね、10代とか20代やったらしょっちゅうやろうかなとは思うんですけど。もうね、すごいお腹壊すから。うん。やっぱクロッフルうまいよな。クロッフルの美味しい店もいっぱいありますからね。僕お寺の息子なので、小さい頃からね、和菓子だったり甘いもんはすごいね、よう食べてたんですよ。あ、大丈夫かな。牛乳飲んだら腹壊すんやった。これいつも忘れてまうねんな俺。大丈夫やろな、いちご入ってるし。ものの数秒でどんだけ飲んでんの俺。僕カフェとかはよく行くんですけど、コーヒーしか頼まないんですよ。やっぱコーヒーも好きなんで。なんかこういう機会を作らないと、こういうジュースだったり知らないまま終わってしまうじゃないですか。美味しいやん。生クリームが、全然あれへんわ。これも振った方がええんかな。あ、この赤い赤さっていうのはビーツでしょうね。これでも下にあるからやっぱ振った方がええんやな。うわぁ、開いた。あ、これ一番最初に飲んだよかった。甘いもん飲んで、甘いもん飲んで、なんか普通の野菜の味。いや、健康的な味はするけど、普通の野菜味やねんけど、これ。順番間違えた。まあ、これもボトルに入れてくれるし、缶にも入れてくれるというね。砂糖、シロップは入っていないと。100% の果汁。いや、うまいねんけど、飲む順番間違えたな。こんなん、誰か言うてくれたらええのに。100% 果汁なんで、口にも残りますしね、この野菜だったり果物が。ついてるじゃないですか。缶にも。いくら紹介するから言うても、こんなに飲む？一切甘くなく、まあ、本当に一日一杯は飲みたいなっていうような味なんですけど、いや、こんなにこっちの二つが甘いと思わへんかったから。多いな、これ。甘いわ。渋いわ。いや、決して誤解のないように言うときますけど、まずくはないですよ。美味しいですよ。大丈夫かな、こんなに一気に水分取って。他のこの健康ジュースっていうのが、まあ、さっき3種類ぐらいあるって言ってたんですけど、
けど、もう一つはトマトと、リンゴとケール、まあ、ちょっと緑色っぽいしたジュースとですね、でもう一個はオレンジと人参とパイナップル、オレンジ色をしたジュースになるんですけども、これはでもちょっと甘そうやなぁとは思いますね。あとはまあグレープフルーツエードがあったり、グレープフルーツティーですねがあったりですね、焼き芋が売ってるんですよね。軍港グマデリバリーしてくれるんですね。ちょっと水分取りすぎやて。うん、うん、美味しかった。店舗も結構いろいろいろなところにあるので、もしね今度韓国に来られた際とかにですね、このクンミンウユ、国民牛乳に行ってですね、普通の透明の容器ではなくですね、こういうねちょっと缶とかボトルで頼んでみたらちょっとした思い出になるんじゃないかなと思います。はい、ちょっとさっきもこれ飲んでる時からずっとトイレに行きたかったんですよ。またね次の動画でお会いしましょう。あ、ちょっと待って。